エルマーデデシャウディーシコシコ K です。今回ですね、球技大会よどテニス部だったんで、もともと山田以外、まあ、最強を決めようかなと。ああ、いやもう決まったよ、どっちかで決まったよ。山田さんできるんですか？テニスなんてできて当たり前でしょ。あ、でも山田さんサークル入ってましたから。そうよ、俺テニスサークル出身。そうですよ。でも山田さんテニスラケット持ってきてませんでした。いらんけんね、テニスラケットはいらんよ。エロゲルスすぎる。じゃあまず実力見てもらうためにランダでもしますか。怪我したらいかんけん、グラウンド自習。これがテニスなんすか？俺らの中学だけじゃ。行かれたアップ、行かれたアップ。おいのラケットクソすぎてごめんなさい。いや、おいのラケット、いや、おいのがクソバイ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 、素晴らしくバイ、いや素晴らしくバイ、いや素晴らしくバイ、クソバイ、クソバイ。これ俺のラケットじゃないから。これがテニス部なんですか？今の流れは絶対覚えとかないと生きていけないよ。勉強になりました。俺のラケットなんてあだ名ついてたか知っとる？知らないです。うんこラケット、監督と同じやったけん、うんこラケット。あ、そういうことね。山田っちってランダするんで、僕たちの実力を見といてください。さあ始まりました、9年ぶりのオータムテニス。おっと、骨折 COD 部ランダの球が相手のコートに入りません。小賀優選手と佐保選手、ここ佐保選手の必殺脇側アタックが決まりました。疲れた、10分運動しただけで疲れた。足が中央線がくれ、声の出てない。スカッと130回、石でも投げようかな。やばい、石投げ部に入ったかけくれ。メダルコーナーで補導されてゲーティングフェということで、ダブルスをしようとね。グッチョッパッチョッパ。じゃあ俺と太田さん、やったいいんですか？最初からこんなやつに試合させても大丈夫か？やかろう、まだこいつには。テニスってまあこんな感じか、大体分かったよ。万能型やった。さあダブルスが始まりました。小林選手のダブルフォルトじゃなくてサーブが入って、ここ太田選手がボレーしようと思ったらラケットにかすりました。山田選手の初ファーストサーブ、うんこすぎます。ゲームポイントワンツー、太田選手相手のコートに球が入りません。佐保選手ナイスファーストサーブ、ここはですね、佐保選手ナイスファーストサーブです。アウトです。小林選手、あの人は太りすぎてもう動けておりません。さあここで太田選手のまさかのダブルクラッチ。太田選手頑張ってます。前衛ね、2ヶ月だけしたことあります。さあここで太田選手の攻守アタックが入りました。アウトと嘘ついてます。こちらアウトと嘘ついてポイント取ろうと思いましたが無理でした。ボール送ります、ありがとうございます。さあここで太田選手のマンゲファーストサーブが入りました。ここは浅く返して山田を狙ってますが普通に返されます。さあここで佐保選手のぶち抜きストレートと思ったら返されまして、今のはストレートじゃなくてクロスでしたね。はい、テニスの知識ももうなくなってます。さあここで佐保選手と小賀選手のラリー、まあ、ここ太田選手狙われるんじゃないかと思ってビビってますね。こんな緩いボール来たらそりゃストレート抜く。おー、ナイスコース。さあここで山選手のセカンドサーブ、太田選手浅く返して山田さんとなんか走りながら打ってる。バンダルでも当たりません。それは太田選手ファーストサーブナイスコース。山田選手反応速度幼稚園生です。さあ佐保選手のセカンドセーブ入りまして太田選手ぶち抜かれます。さあここで山選手のレシーブですがなんかこけましたね。これはナイスサーブです。ここで佐保選手ナイスファーストサーブからのここ太田選手がバックでボレー取ったと思ったら、あー、どっちに打とうけねーって小川選手走っておりますが足が追いつきません。2人死にました。ここでなんか後ろ向いたら2人死んでおりました。さあここで小川選手のファーストサーブ、佐保さんがナイスストレートロブ返して、ここはトップ打ち、ナイスショットと思ったらアウト疑惑が出てますね。おっと、右側から監督さんが怒っていきました。これは中学時代ガチでやってた実話です。おっと太田選手セカンドサーブ甘々乗ってボールが来て空振ります。はい、本気で空振りました今のは。さあここでナイスショット打って太田選手自信に満ち溢れてますが骨折 COD 部は何もできません。ここで山さんナイスボレーからの太田さんナイスコースに落としたんですが小林選手なんとかね返しました。ここで佐保選手ここは打ち込むのでしょうか。打ち込んだら太田さんの耳たぶこれ取れましたね。耳たぶこれ怪我しております。太田選手、山田選手ラケットに球を当たりますがゼロ距離でコートに入りません。これマッチポイントです。マッチポイントで佐保選手、あ、ここでは小賀優さんにチャンスボールを与えます。太田を殺そうとしているのでしょうか。ここで小賀優選手を走らせる判断ですかね。ラリーが続いております。ここで小賀選手、あー、山田がナイスボレーして、もう2連続ナイスボレー。ここで小賀が取れなそうなところを走らせます。
ですが太田選手ナイスボレーで小賀優選手の体力はもうゼロです。余裕でしたね。まだまだなんじゃない。そっちチーム人の3倍くらい汗かいてる人いますけど、マジで疲れた。あいつをクビにしてくれ。マッチポイント往復してたからね。テニスコート最後もうめちゃくちゃ走った。普段やったら諦めとった。お前やるな。いい試合だったよ。なぜ笑うんだよ。彼のテニスは上手だよ。まあ、いい試合だったけど敗因は明らかですよね。見てたら分かったと思う。味方のせいやな。しょうがないんじゃない、そこに関しては。そうだね、味方のせいやは。こそ練習よりこいつ。おすごい、ダブルキルしたよ。じゃあ佐保山田ペアと古賀優太田ペアで。ああ、なぜか山田さんが後援しております。さあここで佐保さんナイスボレーですが、古賀さん取っていく。おーっとナイスコース。彼はイーグルアイと呼ばれてましたからね、中学時代。さあ小林選手のレシーブ、クロスの浅いところに返して山田選手全力疾走ですが、画面からフェードアウトしていきました。さあここで山田選手レシーブですが、誰もしたことない打ち方を披露します。さすがです、彼はスポーツの原石です。お、ここでナイスボレーで太田死にました。山田さんに殺されました太田選手。さあここで太田対山田ボレー対決、制したのは太田。練習はしてます。いい球打つね。アウト。なんか燃え尽きとるやつおる。ではさ、復活しますか、伝説のペア。そうだな。マウンテンゴリラブラザーズ。それじゃあキングの座は取れねえよ。マウンテンゴリラブラザーズが通るぜ。ここは俺らのコートだぜ。誰ですか。マウンテンゴリラブラザーズのマウンテンゴリラ。ただやっても面白くないよね。負けたら江戸川盆踊りしながら泳いでやるよ。全裸で射精しながらやってやるよ。やったー。じゃあまあ受けて立ちましょう。さあ伝説のペア復活でございます。多分世界で一番弱いでしょう。あ、ここ太田選手殺される覚悟です。ストレート抜きましたが、佐保選手が上手すぎます。さあ山田さんのレシーブ返していって、小林選手どこに打つのかと思ったら太田の前。太田全力疾走します。さあここで左に来ると思って呼んでたら2人とも左に行った。チンパンジープレーしてしまいました。さあここで山田さんレシーブ、レシーブはなぜか返します。山田選手、さあここで太田選手打ち込みたいと思ったら山田選手の背中にダイレクトアタック。ごめんなさい、これは。さあここ太田選手、佐保さんのバックに返していって、あ、手前走って間に合いません。体力がもうここでなくなりました。ちなみに肉離れもこの時起こしております。なんでもうボール来るなと思いながら後衛やってます。さあここで太田選手ファーストサーブ入っていって、ここは深めのロブを打ちたいと思ったら力が足りず浅めになってしまいました。ここも深めにクロスに打とうと思ったら全然違う方向に飛んでいってました。はい、もうこの時太田の体力はもうゼロです、本当に。で走りたくないと思って上で取って、ここで深めに打ってね、ちょっと休憩しようと思ったら浅く打たれてもう諦めました。はい、こいつはいじめです。はい、ファーストサーブ入って、もう体力なくなったんで山田に後衛やらせてます。ここで山田走って取ってくれと思ってたら取ってくれました。あ、ここね、あれですね、山田選手を走らせてますね彼ら。僕たちの体力ないことを分かって、走らせてます。さあここで山選手体力尽きてコートにボールが届きません。ここで山選手またロブで体力を使わさられて、あ、バック回り込みたい回り込みたいと思ってたら変なところにラケット当たってますね。マウンテンゴリラブラザーズ04で敗北しました。惜しかったね。最終ゲームは俺ら山田を走らせようという作戦やったの。スポーツマンシップが欠けてる。いや、いい汗かいた。9年ぶりのテニス、いい汗かいてるのはいいんですが、問題が発生しました。彼めちゃくちゃ臭いです。そりゃそうや、する前から臭かったもん。目標ができました。このチームで社会人テニス大会1回戦突破しよう。無理に決まっとるやろうが。社会人なめんな。1回戦突破したら解散や。バロラントとかしてる場合じゃないってバロラントと一緒やけ。考え方的には一緒よ。ただデバイスじゃなくて自分の体の身体能力で結構変わってくるんで。なんか足が速くなる靴とかないんですか。迅速買ってこい。じゃあ終わりますか。ありがとうございました。明日半死後よろしく。先生、半って何時集合や。よっしゃ、半に決まってるわけ。明日来んなよお前。岩さんが初めて怒られたやつよかれと思ってやったら唯一怒られたやつが理不尽すぎ。